ハマグリスナーの皆さんお元気ですか私が弁護士で俳優で文豪の墨田隆平です今夜のハマグリボーイはこの方です弁護士の長谷川淳一ですいや、はい、そしてもう一方弁護士の大谷俊彦ですカミソリ負け弁護士軍団の切り込まない隊長ありがとうございます定着してきましたね <laughs> はい,はい,はい、はい、ええー、のカミソリ負け弁護士軍団が、はい、ハマグリボーイだっていうことを告知すると結構メールをいただいたりあ,あそんなありがたい話もあるんですねですはい 月ぶりですかねちょっと最近ゲスト読みすぎちゃいますね。1か月前に2本撮りをしまして、お二人、カミソリバンケ弁護士軍団に来てもらって1本目撮って、2本目に頬褒座の山下憲司さんお越しいただいて、あれが1か月ぐらい前でしょう。 だから、その一か月くらいは、びがかからないと、不安になって、ちょっと無理してきました。よこんなことするなよ、やめろ、いと。スケジュールを調整して。調整してましたね。ちょっと待って、くれ、打てましたね。フンショー、繰り合わせなんそれ、それ、出席してますから。そうです。で、で、塚越健二さん。で、花房観音さん。ゲスト会が続いてまして。やっぱりね、このゲスト会が続くと、私も自分の近況で。 話しにくいじゃないですかゲストに来てもらっているのに <laughs> この間こんなことあってねえっていう,ような話がなかなかできなくてお二人は、ね、純粋に、うん 同期の友達っていうか司法使用の同期なんでっていうことで結構そういう話もできるんで1か月分くらいだからそういうのねあんまりしてなかったなと思って僕だって昔1時間半ぐらい豆腐の早食い聞いてた時ありましたよせっかく京都まで来てや純正のね純正の早食いじゃないよ湯豆腐食べ比べ大会ごめんごめんごめんなさいそれ1時間半ぐらいその話聞いてた時あって俺何しにってんねやろって 花渕さん、ね、来てもらって、塚越さん、東京から来てもらってるのに、僕の湯豆腐食べ比べ大会の話をするわけにもいかないんで、<laughs> いかないですね、確かに。でもね、カミソニ負け弁護士軍団に、<ー>えー、このね、唐ハゲさんからメールいただいております、きょ<ー>のい男性50代の方です、墨田さん、大谷さん、長谷川さん、こんばんばはこんばんは。 恐れながら初めててメールさせていただきます私は普段仕事で車を運転している時にラジオを聞いていますが数年前たまたま夜に車に乗った時、うん、KBS がかかりっぱなしだったので、はい、たまたまこの番組を聞くことになりました知らんおっさんの声だと普通はすぐにチャンネルを変えるのですが、うん、墨田さんの名前と声に聞き覚えがあったのでそのまま聞いていました、はいうん 特にその時に面白いとは思わなかったのですが率直でいいですよね、汚いお便りをいただければと思汚て汚いまま終わるお便りはいらないですからね、はっきり言ってこの汚い部分から始まって、気象転結あるメールだったら私も嬉しいんですけれども。 特にその時は面白いと思わなかったのですが、はい、その後水曜の夜に車で出かけることが多くなったので、うん、その時には KBS に合わせて聞くようになりました、うんはい、そして今では毎週聞き逃さないように <laughs> ラジコのタイムフリーで最初から最後まで聞いています、はい、中でもカミソリ負け弁護士軍団の会は楽しみですありがとうございます はじめは島田紳助と土道屋義秀の同級生トークのしょうもないバージョンやなと思っていましたかはい、はい。それは知らないね。そこは。それは知らない。それは知らないね。今でもそうもしどっちかというとそうですよ。<laughs> しょうもないバージョンですね、はい。<laughs> それはそうですよ。紳、はい、助さんなんてね、うですねもう当代切ってので、はい、ええー、喋れてでしたか何度も聞いているうちに紙そり負け弁護士軍団の面白さが少しずつ分かってきました。はい えー、でもこうして楽しみに聞いているのですが一つの疑問がずっと解決できずにいます、はい、それはカミソリ負け弁護士軍団の意味ですカミソリのように切れ味鋭い弁護士には勝てませんという意味かなと思っていますが具体的にそういう人がいるのかまた別の、まえー、全く別の意味なのか切り込まない隊長の軽快なトークでお聞かせください<笑><笑>一円も払わずに楽しませていただいているのが申し訳ないですがこれからも変わらず番組を聞き続けてください失礼なメールですみませんでした唐揚げさんからいただきました これはね、ねあの、うん、そうです。切れ味鋭いカミソリ弁護士と自称していた人との、はい、まあ、 その人と対象で我々なんてね卑下して「カミソリ負け弁護士ですよ」と名乗ってからですけれどもそ名乗ってないんですよねあそこはこだわりが僕もねそれについてあんまり気に入ってないですカミソリ負け弁護士軍団っていうのにはああそうですかカミソリ負け弁護士軍団の切り込まない隊長までやったらちょっと気に入ってそこまで言うやったらもう分かるけどそこもね気象点結がはい これだからあのカミソリ広中弁護士が、広中弁護士いろんな無罪判決をが小沢一郎さんのとか加納姉妹とかあとサッチーとかね野村幸男さんとかでねロス疑惑あ三浦和良はいはい。 ちょうどねカルロス・ゴーンさんの話題時にねカルロス・ゴーンがね楽器の箱に入って逃げちゃった楽器の箱でしたよね確かにね帰ってみたいなのあったじゃないですか国外逃亡したっていう時にその前ですよねカルロス・ゴーンの弁護人をなさっててカミソリ弘中カミソリの切れ具合をもう一度試したくなったみたいなことをね おっしゃってて、はい、まあその事件の話しているときに、うん、もう我々はカミソリ負け弁護士軍団ですよって言うたのが始まりですかね。そうですよ、カミ、はい、さん。<laughs> はい。 始まりでですすねそうなんけどここ書いてらっしゃる通りしんすけさんとどけあんよしゆきの同級生トーク「よしゆきさんね」って書いてありますけどしょうもないバージョンとだからもう50代でそういうハイヤング教徒リアルタイムで聴いてらっしゃった方なんでしょうねだからそういう人からしたら我々がねその拙いこのトークはねそれはそう思われるかもしれないですけどこの間お二人もご存知だと思いますが私の中学高校 のの同級生黒本いいるじゃなですかあ歯医者やってるね金曜日に先週の出席を取りに行ってその時になんか喋ってきはるんですわあの人ねめっちゃ喋ってくるじゃないですかめっちゃ喋ってくるんやけど「あのスミちゃんのラジオ面白いわ」って言うてくれるんですねこのラジオも一回出てくれたけれども「面白いわ」とか言っててありがとうでまあでもねそれもまあ 昔からの30年来の友達やからまあそうに言ってくれてると聞き流してたんですけどその時に「いやでもな最近ウォーキングするようになってほかのお笑いの大御所の大御所売れてる売れっ子芸人のラジオも聞くようになったけれども「すみちゃん遜色ないで」とかね友達やから言ってくれるわけですよそういうふうに言ってくれててその中でね「サンドイッチマン」とかも聞いてるんやけども「サンドイッチマン」とかやっぱりあんだけテレビのレギュラーあるから気晴らしみたいな感じでラジオ 楽しんでてそれはそれでおもろいそれで比べるのもおかしいけど「うん、すみちゃんはラジオ死ぬ気でやってるやんか」<laughs> いや <laughs> そうでもないでい」いと思って <laughs> そうでもないやろ、うん、俺の命かるないこれが死ぬ気やったらいやいやいやぬ死ぬ気でやってたとしたらさ死ぬ気の炭だと息抜きの炭だとちょうど比べられる<も>どっちが お前、お、そう思うか言うてその三十年友達なわけですよ。これ <laughs> 死ぬ気で喋ってるかな、うん、この。<laughs> なんか感じたんですかね、その声から。いや、うん、生活かけてるもんねこれ。これかかってるって。<laughs> いや死ぬ気でや喋ってるかなとか思って言うてたんですけど。うん。<laughs> うん それが金曜日で土曜日に阪神師匠と一緒にお食事行ったんですよ。で阪神師と阪神師の地元の方と泉大津の地元の方が阪神師匠の関連で知り合って私が顧問やってたりするんですよ会社をやってらっしゃる方でとあと巨人師匠の弟子。 ええ、まあの、劇場のね、出番の時に世話とかしてる会社さんっていう人がいて、で、その人も4人で、京都でね、お食事行ったんですけど、カウンターだけこの焼き鳥のお店で、で、その時に、あの、阪神省とね、ま、いろいろ喋ってて、でも、かっこいいで、もう、阪神省たまらんで、途中でも、お酒も入ってるから、もう、抱きつきたくなった。真横に阪神省がいて、もうかっこいいのよ、その逸話が。その、はい。 おっしゃってたのが、あの朝のレンドラで NHK ね、マッサン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 なんですか？どっちなの？マッサン、マッサンですか？多分ね、マッサンですか？あの意識ないね。誰がやってないのね。あの人ですよ。あのうん、玉山鉄也さん、マッサン、マッそうそうね、あの外国人の女性とですかね。誰、半身巨人両指章も出られてて、でその時の、あれ何の話だったか、なんかねそういうは、うん。 桝さんの話になった時かなでその時に、まあ、打ち上げがあったとね、うんはい、全部もう終わって、うん、撮影が終わって打ち上げがあってもう出演者小池栄子さんとかも出てたんじゃないかな確かそうそうたるね、うん、朝のレンドラやからまあ出演者が、うんはい、あ全員集合した打ち上げの時に、うん、あの,そ,の、ね、それぞれそういう出演者がスピーチをする機会があったと。その時にその 松竹の大御所のコンビも出演されてたらしいんですけどそのスピーチの順番が自分らより後やったらしいんですよ。後やったらしくてねそれが阪神師匠と巨人師匠からしたらちょっとあれあそうかこの順番かってちょっと思ったらしくてねこれはもう阪神ちゃん二人でね根こそぎ笑い持っていったろってなったらしいんです阪神と巨人師匠ねで阪神ちゃんなんかネタ用意してるかとか。 ああちょっとなんかあるあるとかって「相方あんのか?あ」あるああるるみたいなので,でも別にそれを言うわけでもなく、うん、その前出てスピーチした時にまあそれはもう根こそぎ持っていったらしいんですよ。で、うん、それを聞いて、うん、僕はねそのまた別に、うん、そのドラマに出てたバッファロー五郎の A 先生から個人的に聞いたことがあって、はいはい、マッサンの打ち上げでの阪神賞と巨人賞がすごかったって。 うすごあまりにもその別にフリートーク形式だけれどもそれが漫才になってて、うん、でもうそういう,もう小池栄子さんとかがもうどんどん前行ってもう大爆笑で<笑>すごかったっていう話を聞いたことがあって <laughs>、はい、その時に俺は吉本の後輩やっていうことを誇りに感じたんやって言われたことがあって僕はまあ、はい、教授の弟子だいぶ前ったんですよ繋がったね。 ちなみにバッファロー頃の A 先生が言ってたのはそのあとそのパーティーでねミニカレーを2人で取って1皿で2つのスプーンで1皿のミニカレーを食べてたってそれも印象に残ってるって言ってたんですけどそれ聞いてからいろいろね僕昔の話聞くの好きなんでデビューした頃の話とか聞いててだからもう来年50周年なんですよ阪神やっぱり50年にそういう戦いを無数のそういう戦いを。 勝ち抜いてきたんやなと思うと、<ー>かっこいいなって思って、はいうん、いや、でもね、あのーいや、そういう、僕なんてね、もう戦わずしてすぐに逃げてもうた人間ですから、うん、ああ、でもよかったなと思って、そういうね、えー、人らを間近で見てるから僕はやっぱ逃げたんやと思うんですよね、その18歳、うん、9歳やった私は怖くなって、うん、そりゃ怖なるわっていうね。ちょうどだから、初めてお会いして、 30年なんですよ。1990年の2月ぐらいなんですよ。<ー>その、しんすけの人間漫ラのオーディションでね。うんうん、多分2月かぐらいやったと思うんで、ほんまにちょうど30年で。はい、で、まあそうやってね、まだに。 ね、お付き合いさせてもらってて、うん、でその時にまあいろいろね話聞いててもあとそのねなんでその今の話がめちゃめちゃかっこいいかというと50年の逸話がいろいろすごい話を聞いてうん、うん、まあここで言えない話が多いんですけどでもカウンターで喋ってやったからね、うん、普通にカウンターで結構大きい声ででもねあのやっぱりね僕いやもうずっとねまあ巨人賞の弟子やから、うん、まあいわば阪神賞の弟子でもあるわけですよコンビなんで。うんはい で、その時に、これずっと2時間半ぐらいそのお店にいて言えなかったのが、うん、そのね、まあこう4人並んでたんですよ。はい、L 字型のカウンターのお店。で、えぇ、ー、22か。22。で、この、僕はこの L 字型の角の部分に座ってて、で、僕の右隣に、うん。阪神師匠が座ってらっしゃって、はい、で、最初、このね、あれ、どっち側の橋や、 っていう話になったんですよ。置いてある、こうは、橋、お箸が置いてあってね。<ー>どっち側の箸が俺の箸や、うん、みたいな感じで。うん、ああ、右側やな。右側,側であ右側やな。ね、ほんで、右側取ってはったんですよ。うん、こうやってね。で,でも、箸置きを <laughs>、僕の箸置きに置かはったんですよ。 そっか僕、も橋置きがないまま、住村さんもまた、隣の方う、弁したらまた、もうでもインやからさ、最終的にもうその解散っていう人がもう亡くなっちゃうやん、だからもうずっと、橋置きないなって思いながら、でもそうは言えないですよね。てますよ いや、しってますが言えないのよ。それが指定関係。これはそうで最初言いましたやん。で、<laughs> 右側言うてありまして <laughs> 確認、自分でしてありまして <laughs> お箸、右やなーって言うては、なんで箸を聞いたりや。<laughs> 言えないよ。<laughs> それは。それは言えなくて、そうそうそう。<ー>で、言えなくて、まあ、それでも。<laughs> いやー、ほんでね、阪神勝と。お話の中で。さって言わはったのは、さらっとね。そう。 あこの間、ABC ラジオ出てるの聞いたわ、うん、偶然聞かはったらしいですけど、はいはい、やっぱりこの世界やめられんやろ <laughs> や言われたんですよ。だから僕は本当にね、黒本が言うようにね、うん、死ぬ気では決してやってないし <laughs> <ー>い,ついつでも、あのー、やめてやろうと思ってるんですよ。でもね あれ僕の妻の、妻はこの間、珍しく、うん、あのお友達と飲みに行くって言って帰ってきたら、はいうん、あのそのそこのラジオの話したら、あれ、その住田さんって、うらうらのやつに出てはる人って、あの人好きやねんっていう話になったって言うてましたわ、えー、知らずに知らずに知らずに。 じゃあ、の、KBS だけやめるわ。<laughs> <laughs> いやそうね。もうでもね、これあの、うん、なかなかね、いろいろ前、塚越さん来た時とかでも、このラジオやっていく苦労話とかしてましたけど、うん、あでもずっと続けてんのはね、うん、やっぱり自分の中で、やっぱやめられないんでしょうね、もしかしたら。反思思はしみじみとね、うんはい、この世界、やめれへんやろ。 だから僕がそうやめて違う職業ついてるけれども、いまだにその、この周辺をうろちょろ <laughs>、うろちょろしとるわけじゃないですか、半死とかしたらね、うん。だからそういうふうに思ってらっしゃるんだなって思って。 一回そういう人前でこういう放送で喋るっていうことを経験すると、だから君らもそうやで、いや、それですら、だからもう、これ、たぶんなくなったら、もう絶対僕らは出ることがないから、喪失感というのは、楽しみなくなるよね、激しすぎるよね、そうか、そうか、だから、車とか言うこと、正しかったとサンドウィッチマンはええわけよ、別に気晴らしやってるから、日本放送がなくなろうと。 そういうふうなもんなんだろう自分では意識してへんけれども言われてみたらああだからそこまで思ってへんけど、うん、もしなくなったらもう。この番組なくなったらって思うとね。 ら今日もね、死ぬ気でやっていきましょうよ。というわけなんですけれども、1曲目、そうや、だからこのね、1か月の間、エピソードトークできひんかった言ってたけれども、そもそもだから1か月前にあなたたちと日本撮りしたのは、なぜ日本撮りやったかというと、私が沖縄へ行ってたんですよ。僕もその直前に行ってたんですよ。 それは、その異業種交流会の、あの、またや。またや。別に悪いことではないあの、何ですか異業種交流会とかの話って、一番こういうラジオに適して話やんか。いや、だからあんまりしないんだけど、あの、僕もちょろっと言う時あるけど、そこの野球チーム作ったらという話をしてしまうことがあるけれども、僕らもいろいろね、仕事上の付き合いもあるから。 自営業頑張らなあかんから、うん、あそうゴルフ旅行で行ったの沖縄にわざわざゴルフ旅行ですね、はい、<ー>家族を置いて置いて,置いて、まあ、大事なゴルフや言うて行きますねそれを許容してくれるんですか、うん、そうですねありがたいですね思えばねそ,それはもうあなたが多分家族からあんまりあれじゃないですか <laughs> そのうん さされれててなないいいそうう意味ではだって子供、小学生でしょあ、小学生中学生や小学生と中学生いたらなかなか親父だけがゴルフ旅行行くのって困難なまあそうやよなんでるんってなんで沖縄のってってなるわね全く言わなかったんですか息子もそれは言わないねそれはある種寂しい話ですよああ 僕は、だからその2月は、その京都・岡田会の、その先輩方がね、阪神の沖縄キャンプ見に行くと。いい、うん、ですね。で、それで、龍平ちゃんも行かへんかと、うん、それこそこの番組のスポンサーの桜さんの社長、浅井社長とかね、行かへんか言われたけれども、うん、はい あの1個聞きたいけど、うん、僕は6歳の娘がいる身やから「それは多分無理ですわ」言ってほんでもう家族も一緒に行ったんですよ、ね、あ一緒に行か<ー>うんうちの家族あ一緒になんですか、ね、そうですお父さんお母さんそこ一人でお父さんお母さんも <laughs> いやそうそうそうえ<ー>いやでもそのね沖縄ってさ1人で行ったらまあまあそれでもするけどさ3人で行ったらさ飛行機代とかも3倍になるからさ <laughs> いやそれそうやけどらいたくつくから <laughs> でもゴルフもせえへんからお父さんお母さんもねの普段からお世話になってるんでそれ誘わへんわけにいかへんから3人で行きますとまあまあお父さん好きやもんね3人でそうそうそうだからそれで一緒に行ってっていうのがそれがありましてというわけであんま別にさほどないでしょ沖縄での思い出とか言えへん話しかないやろ曲だけ選んで沖縄っぽい曲はい沖縄っぽいやつでではビギンで三線の花 今日のトピックままで読せて今日のトピック、炭まで読ませて、このコーナーも死ぬ気で、はいはい、他人の不倫の話をしたいなと思いまでもね、ちょっとさっきの話の続きになるかもしれないんですけど、ああ本当にこのはまぐり顧問の辺やっててよかったなと思うのが、はい、この間ねあの、これも先週やわ。 その裏裏の朝日放送の生放送終わりにこの番組のリスナーの方3人とご飯行ってあるんですよ。でそれは前言ってたあの阪神の優勝祝賀会に行った時に阪神の総務の方でリスナーの人がいて声かけてくださったいう話をしたでしょ。 その話をしたら、うん、それを聞いたオリックスの職員の方が私も聞いてます言うて。 はまリりもん関西ダービーといいますか大阪ダービーというの関西ダービーというのダー大阪まをやりましょうかみたいな話でオリックスにはもう一人前から知ってるいたんですよ長谷順も行ったことあるやんかロイヤー純も行ったことあるやんかあの方とそのオリックスっもともと同じ会社で知り合いなんで阪神の人と4人で行ったんですけどそれもねオリックスの長谷川君の知ってる 方の人がね、はい、わざわざその店を予約してくださってたんですけどその梅田のヘップ、うん、あるじゃないですかはい、はい、ヘップの、うん、おちょっと筋入ったところのねうん、うん、まだなんか地下入る居酒屋を予約してくださったんですけど、うん、あのあんで皆さんねこのハマグリスナーであると同時にサイキッカーなんですよ。 でそれで、えー、その予約した店を送ってくる時も、うん、実はこれはあ,のある意味がありますと <laughs> なぜこの店を予約したかとか書いてあってうもう何のことかよ分からんかったんですよ分からんと言ってそのお店にまあ集合したらあれ言うてはったこの店にした理由って何なんですかって聞いたら、うん、実はこの場所に喫茶例があったんです。うんはあ 喫茶礼っていうのは竹内義す先生が特撮マニアで毎日集まってね大久保礼先生素人名人会のね審査をなさってた作曲家ですかね作曲家か作詞家か大久保礼先生のそのお店をもうずっと占拠して竹内先生の一派がでなかなかその回転が悪くなって竹内先生を追い出すために竹内先生らをね追い出すために。 カラオケ導入しようと思ってそしたらもう喋れないじゃないですか特撮の話できないじゃないですか怪獣とかの話を設置しよう思ったらカラオケを竹内先生らが反対運動を起こしてカラオケ設置ああもう廃案にして最終的にはもう閉店になってしまったっていうその喫茶例の跡地なんですよああそうなんですねおおとか言いながらねちなみに大久保礼先生は放送タレント生体模写芸人です あ、作曲家じゃないんだなんかそういうイメージでしたけどねあそうそうなんか作曲家のイメージだったんですけどあ、なんもともと声帯模写あ、歌声を真似るっていうところから入ってるらしい、うん、あそうですか音楽関係じゃないねはい。ね、それは五目飯や五目飯はバックバンド, <laughs> ババンドね <laughs> あ、そうかそうか、はい だからそういうい感じのこと皆、ね、サイキ最近昔から聞いてはってでいつ頃から聞いてますみたいな話では、まあ、<え>同じイベント行ってたりとかね、うん、丸山やんを行ってたり、はい、神戸大学のイベント行ってたりとか阪神の方が43言ってたかな、うん、か僕よりもちょっと下で,、うん、でオリックスの人は僕,より、えー、僕と同い年 2>、うん、で2つ。 上かなもう一人のオリックスの人とかみたいな大体同世代40代で五0ぐらいでっていうのでだから結構見たもの聞いたものがもう一緒なわけでなかなかやっぱりねこのラジオやっててよかったなって思ったのがそのね阪神の人が双子らしいんですよ双子で双子であれどこでって言ってたかな何県って言ってたかな東北の子ですよ。 いで、あのー、双子のお兄さんは美術の先生をしてるらしくて、うん、ほんでその双子の兄弟でもねそんな別に喋らないらしいんですよ。 そういういお正月が集まったとしても、<う>まあそ,、ね、そのなんだろうな通り一話はしても、うん、今、ラジオ何聞いてるとか、だから2人ともそのサイキッカーでラジオ好きやったけど、ああまあその大人になったら、ね、そんな話しないでしょ、うもう40代の兄弟が、まあそうだんからあんまりしないでしょ、大谷君もそのうんうん、ね、お兄さんとそういう趣味な話とかでも、だからうちのお兄さんは、あのこの,場この結構聞いてくれてるから。あ あほう座の人に「専門何?」って聞かれたら「お前なんて答えたん?」とか聞いてるんや細かいとこ <お前 S 2> <laughs> 山下さん聞かれてて困ってた困っしてたという話してましたよねそんなこと聞いてくるんやそんな聞いて聞か気がるか,ら、うん、かそのね <お前 S 1> 歌,歌は別に仲いいんだけれども、うん、そんな別にあのその方もまああの物静かというか自分からわわしる人じゃなかったんであんまり喋らなかったらしいですよ、うん、でももある時、うん、その二人とだから実家を大阪 なんだけれども大阪でお正月かその年末年始帰っている時に一度兄がそのねちょっとラジオのイベントで京都行ってくるっていなことがあったと何年か前にねほんで結局別に聞かんかったらしいその時はその時はほんで阪神でまだこの番組聞いてなかったのかなもしかしたらあでも聞いてたかあのポッドキャストから僕は日本放送でたポッドキャストを聞いてたったからでもその時も別に答え合わせをすることなく も,うもしかしたらそうななんかかぐららい <laughs> もしかしたら兄貴も <laughs> あれまさかの <laughs> ハンマゴリ語も聞いてるかなとかでも違ったらえやかって聞いてへんかったらしいんですよ。うん、でそれでだいぶ経って、うん、でこの間この番組で、うん、話したじゃないですかそれでようやくお兄さんが「え絶対弟やっ!?」「そらそうやわね分かるわよ分かるやんな」「<laughs> 弟の話してる」ってなって連絡来て、うん、LINE が来たらしいんですけどそこにそのもう何年か前に「 生放送で、うん、ハマグリスナーの人来てもらって生放送でやった時やったでしょ、うん、そんな写真見たことあります、ね、僕<は>、ね、あの柳田さんと坂上さんとうの T が来てて正月やったから<ー>正月の3日か年末かにやったことがあったと思うんですけど<ー>その時に僕とお兄ちゃんが撮ってる写真をその阪神の彼に送ってきてて、えー、俺行ってたでこの番組のこの日このイベントに言うてっていう、うん、すごいねそういうことがね<す>なんかううもの似ちゃうのね うんなんね、双子ってよくあるじゃないですか、ああ、はい、いう仰天ニュースで、同じ,同じ時に同じことが実は起こっていたというな、それのすごい、なんか、こ <laughs> じんまりしたエピソードですけど、<laughs> いやいや、いや兄弟二人ともハマグリごもう肉って、なかなかないよ。一 <laughs> <laughs> 人でもないからな、一 <laughs> <laughs> 人でもあんまりないから。<laughs> やっぱこの番組やっててよかったなっていうねそういうことで双子の兄弟が話すことがまたね復活してで僕の本を持ってててきくれ2冊持ってきてくれてお兄さんの分とその人分のをサてンしててでまあねその3人ともサイキッカーやからであのねまこさんと竹内先生と板井さんがいつかねまたイベントできたらいいですよねサイキックミーティングで話をしてたら「オリックス」とか言うわけですよ。 そのねサイキックミーティングっていうのはいつもまあ丸山やおんとかでもやってましたけど、うん、基本的に大阪厚生年金会館でやってたんですよ、うん、今あそこどうなってるか知ってますあ、オリックス劇場なんですよそうですよね オリックス劇場でいつの日かっていうと別れてあるんです4人は最後そこで社会に戻っていったっていうねさっとねっとだからこのラジオ大事だから死ぬ気で不倫の話をしたいと思います今週取り上げたいのはご存知ですかこれね先週の「週刊新潮」で記事になりました「性倫心も必要」 政治倫理審査委員会じゃなくて思うでしょ違うそのせいじゃないんですよ政治のせいじゃないんですよ立身弁のせい性倫心も必要自民党女性議員の歌舞伎町ラブホフリンこんな書きますな性倫心性別性別のせいに倫理のせい分かりやすいですけどは 広瀬めぐみさんっていう、もと<う>元々我々と同業者やったんですね、弁護士の、ねね、女性の、そうですね。なんです。もともとということはあのえっと今もそうなんじゃ、それも、あ、そうか、弁護士登録はしてるのか。今はどうなんでしょうね。ね、弁護士登録してて、うん、かな、はい、ええー、1994年に結婚し、はい、うん。 で、結婚相手も弁護士だそうなんですよ。お<ー>で、えー、夫は森岡第一高校の同級生で職業は弁護士。で、まあ結婚して、近くで見ていて面白そうと思い司法試験に挑戦。えー、結婚の5年後に見事合格した。だ,だから1994年に結婚して1999年に受かっ合格らしいですよ。<ー>ってことは、準備期間2年ぐらいあるじゃないですか。そうですね。っていうことを考えると、実質、まあ、 おそらく3回ぐらいで受かってる。短期合格の範疇ですよね。<ー>ちなみに、ロイヤー順・ジュンはロイヤー・ジュンは、まあ、中、中長期ですよね。中長期 <laughs> 長期やろ。長期やろ。動画の中で。7回ですね。切<回>り込まない隊長は。<laughs> そうなんです9、回やろ ?9 回。<か>絶対だから、この人られるい自分言え<の> <laughs> か <laughs> いやお前らも死ぬ気でやれよってことです <laughs> 自分のね恥ずかしい部分を身を削ってやれよっていうことですよ <laughs> 死ぬ気だから1999年合格されて、うん、えと生まれが66年らしいんですよね1900だからご結婚なさって323の年に合格なさったと、うんうん、いうことでかなり だから時間かかったんかなと思いきやそうじゃなかった年齢だけで見たらそう思わせるけれども33で受かってるから僕のほうが若くで受かってるももううこからは泥合でねね僕らすぐベテランんっていうのがありまして司法試験長期かかった人はその人の年齢と合格した年を比較対象することによって何歳の時大体何回目ぐらいで択一何回論文何回 何回、口述何回みたいなことを、ね、気にしたりはするんですけれども、はいうん、ああ、そっか、うん、かなり短期ですね,ですね1 9 9 4年に結婚してその夫の仕事ぶりを見てるのもこれ何年かあったでしょう<て>きっと。うんうん うん、なんか年間あってあ,、ね、あ,あいいなと思って勉強を始めて1999年に受かってるわけやからそうですよねすごいですねでちなみにこの方去年8月の自民党女性局のフランス研修で松川るい参議院議員がエッフェル前で撮った写真が炎上した時のエッフェル姉さんそうだったじゃないですかはいその時にこの広瀬議員も SNS に豪華な食事などをアップして炎上していたっていうまあエフェル姉さんといえばやっぱ松川議員かなでも こういう報道を見ているとエッフェル姉さんの中で入れられてましたよね。あ、入ってます。組み込まれてんけど。エッフェル姉さん定義結構広いんですよ。あのエッフェル塔の格好した三人だけじゃなくて、あの旅行に研修行ってた人全員もエッフェル姉さんっていうグループの中に。結構多義的なんだ。多義的なんですよ。狭い意味か。狭い意味。そう競技のエッフェル姉さんはあの三人だけじゃ松川ルイと地方議会の議員の女性。今エリコは。 今よりは言ってたけど、エッフエル島で、あのエッフェルは、エッフエルポーズやってるから。から,ら、あれが競技のエッフェルネーさん。<laughs> でも、あの原子力言ってること時点で、抗議の、広い意味での。での入ります。あ、そうすると、カミソリ負け弁護士軍だとはちょっと。違いますね。ねカミソリ負け弁護士軍はもう限定理で。そんなですか。かなり、うん、そんな簡単に名乗れない。ゆ、ね、るがいです。いや,いや、そのでも、てるえい先生が入るか、入らないか。<laughs> それぐらいですよ。そのぐらいですよ。<laughs> らもう入れられてるわけですよ。エッフェルネーさん扱いやから。<ー> ここれでもねその,おこの不倫してた相手っていうのがカナダ人の、はい、サックス奏者ですよね、うん、人気サックス奏者でこれだからフランス人やったら絶対この「静凜心」はい、この「立身兵の静凜心」って書くような心ない習慣身長ですから絶対その下半身のエッフェル塔画とかね <laughs> うん、夜のエッフェル塔とかそういう表現したと思うんですが残念ながら「週刊新潮」とにとってはカナダ人やったせいでそこまではつな繋げられなかったっていう、うんうん、それが、まあ、そ<こ>不幸中の幸いこの人にとってね <laughs>、まあ、ギリギリカナダは元フランス領ですあ、ねうん、そこで無理やり持っていくか抗議の下半身のエッフェル塔 <laughs> それは無理やのんちゃうか。<laughs> その解釈は、はい、そういう抗議の解釈してるから7回かかったんちゃうかなっていう、はい、説も <laughs> でもうねこの人でもこれあのこの記事によると、はい、10月30日なんですよねこれ写真撮られたんうん,、うん、なんかね真っ赤なベンツ乗ってるらしくて、はい、真っ赤なベンツ乗ってるのがね,ねまたその心意気、はい、<laughs> ええ意味で言ってないですよ <laughs> で、えー、青山に向かってこのおカナダ人の男性をピックアップして、うん、でベンツで移動してレストランにし、えー、渋谷区神宮前のレストランに入って本格的なバーベキューを堪能できる店らしいですね。ーうん、バーーベキューを堪能してるってことはもう損してるんでね <laughs> <laughs> こ,のこの言うてる人いましたよその,の僕高校の先生がある時、はい あ,あまり、あ、言わん方がいいかある男女がねあの <laughs> 学校関係者の男女が、うん、焼肉屋さん焼肉店で2人食してのを生徒大かが見かけたっていう話をみんなで生徒でしてたら、はい、ある先生が「焼肉行くいうことは?」って <laughs> すごい真面目な先生が言ってて「<laughs> そんな発想しようねやこいつので <laughs> 焼肉って匂いつくからだからいろいろもう配慮せんでいい間柄っていう認識やったんですよねその人からしたら。 焼きにくいくいうことはって言いましたね、数学の先生が言ってましたけれどもちなみにカナダはどっちかというとイギリス領ですね。でもフランス領の部分とかケベック州とか、公用語がね、まだフランス語のとこもあるよね、カナダにはね。だから別にエフェルと無理やりつなげても間違いではないという話ではあるんですが。ず ご飯食べてる時もバーベキューを待つ間もお互いの手を触り合ってたと、うんうん、うっとりした表情やったらしいですねこの議員は、はい、あで会計は彼女持ちやったと<ー>どういう関係性なのかな<ー>ほんでそのままずっとスキンシップを欠かさず、うん、なんかキスをせがんでか口をすぼめたりしてたそうですわ、うん、でまたこの真っ赤なベンツに乗り込んで 夜の街をは走り出した赤いベンツが向かったのは新宿歌舞伎町のあるラブホテル行、えーうん、き慣れているのか迷ったり探したりすることなくすんなりそのラブホテル立体駐車場にたどり着いた <laughs> これは別にねそん,、まあ、そんな探すもんじゃないじゃないですよね <laughs> ねえ、ね、ここを弁護するとうん、うん、別にすんなり入ったからといって常連という推認は <laughs> おかしいですよねどっか入らなあかんみたいな、それは駐車場もね、分かりやすいように、入りやすいようにしたるはずや迷ったり探してたら、初めてっていうことあるとしても、逆は必ずしも死にならずっていうね、迷ってないから初めてじゃないっていうのはね、このぐらいしか弁護するところはないっていうのがね、またすごいですよね、この人。ももっと弁護したいで いろいろあるかもしれないけど、その受け答え、その見つかった時の受け答え、うん、なかなかいいですよねそう、だからほんで、その夜も泊まって、うん、そこのラブホテルね、はいはい、泊まって、出てきたのは翌,翌日の10月31日午前7時15分。で、えーあ、そっか、ほんで、またそこから間空いて、2月12日にまた2人が大勢を楽しむ場面に遭遇したと。うんうん ほんで,す、ね、でその時直撃したのかな、うん、あもっと後か2月25日にこう時間差で直撃して話を聞いたみたいで10月昨年10月30日この男性とウルフさんっておっしゃるそうですけども食事をしたのを覚えているって聞いたら覚えてないですね 2>、うん、で2人が手をつないでる写真見せながらこれ仲良く手をいいでいます、ねうん、はいそうですね覚えていないうんその後の行動も覚えていないって聞いたら <laughs> これ掲載はどうしてもするの <laughs> でというえというとと聞き直すと「私よりも彼は彼も仕事これでもし失うと大変だと思うのでまあ要は不倫関係にあります」ということを掲載されると「私はともかくとして彼の方が生活が大変なん,大変なんじゃないかしらと思うのでと」と、うんうん、こういうことを言ったそうで、うん、でまあその後開き直ったのがまあそうでしょうねしょうがないもう取られてるんだから。 ねうん、中で何かね他のことをしてたとかいう人よくいるじゃないですか<ー>、うん、そういうこと言うんじゃなくて、うん、でこの後の受け答えですよです広瀬さんを「あまた俺なんか赤ペンで丸つけてもうた <laughs> この週刊誌ねうちのお父さんお母さんも見す <laughs> どこ丸つけてんりゅうちゃんどこ丸つけてねんねまた言われると思うんですけど「はいえー、広瀬さんは弁護士でもある男女でラブホテルに入っていれば不貞行為を認めざるを得ないのでは」うん、と聞かれて。 弁護士的にはそうですね、うん、え個人としてはと聞かれてそれは個人的なことだから言わないです、うん、っていうね、うん、でいつもラブホテルにって聞かれてそれも言わないです肉体関係にあるということも言わないですっていうような言い方をしてるんですよね、うん、だからラブホテル男女が入ったらまあ、不抵行為をしたという数人は 働きますよね一つ屋根の下で何時間か過ごしたということであれば何時間かこれもう一晩過ごしてるわけですからただ個人としては弁護士的には裁判とかになればそうならざるを得ないそう認定されるだろうなということと個人としてはこれ分けれるかな個人的なことだからまあそう言いたくなるのも。 いですよねもう <laughs> まあでもあのなんか申し開きというのがほとんどなくてなんか僕はあの別にすがすがしい感じもあるけど何しとんねん言いやそりゃそうですよ、はい、ほんまに、はい、まあねえ <laughs> それはかれてもしゃあないでこれ、うん、まあでもこの人がしたこの清倫心ってねもっと後の話やんかさかのぼって清倫心とかがね、うん、<laughs> ると思ってやがったな政治のせいねの方の清倫あれはイントネーションなんや倫清倫心清倫心の、うんうん 何ヶ月後かじゃないですか、笑いい出したからね、さかのぼって訴求して、法律って訴求しないじゃないですか、さかのぼって敵をさえないじゃないですか、それで不意打ちになるから、ならないけれども、週刊誌は社会はさかのぼりますから、精神診なんて出てこなかったね、の去年の10月のことでもこういうふうに書かれちゃうから、予測できなかったこれはでも、10月に抑えてたら、なんで記事にせんかったのかな。 なんかそういうだから僕この記事出ててこのね「うん、週刊新潮」この本を読むまでそういうネットのここからパクるというか、まあ、引用した記事とかあと多いのネットニュースだけ見てて、うん、この間その誠さんの「ズバリサタで出た時に僕はこのタイミングでこういうことをしてると思ったんですよ。はい はいだからそれはさすがにねこのタイミングでこんなことをようしますなみたいなことを言うてて僕はその点を謝罪したこの人にねこれ聞いてたらね申し訳ないと勝手にそこのタイミングやないもんこのタイミングでなかった生理審やむなしと思ったのは申し訳ないその部分だけで認めるのは精霊心やむなしと思った部分だけでしかもこの人調停委員もやってたっていうんですよああ 調停委員というのはね家庭裁判所とかで話し合いを取り持つ、ねうん、そうですよねでまあ弁護士でやっておいてもいるしそれこそ照江先生やってたよね照江先生やってたよ照江先生は調停委員もやってるね照江い,い,、ね、いろいろやったと思うんですけどほんでねえまあ 家族のそうううい問題を扱場所ですから家庭裁判所でね裁判所でする話し合いが朝廷でそこでまあ話し合いでいろいろ調整できたら朝廷が成立して離婚の条件を定めたりとかするわけですよ。で間に入って当然だからこういう火災の調停委員をやっていたら離婚のねいろいろ証拠も見たりしますね見たりしてるしそれで否認してるね 否定してるここうややこしな否認の意味がこの時も生林心と一緒にややこしいけども認めてない否定してる、ね、当事者がいたらそれは無理よみたいなこと言ってたわけでしょ、うん、法律さっきの話ねな弁護士的には無理よみたいなことを、うん、<laughs> 言うてたわけでしょ、うん、だからまあまあ潔くなってる部分もあるんかもしれないですけどだから弁護士的にはそうねって言ってるわけでしょ <laughs> <laughs> でもねあもうあかんのが次の日なんかもうねまたそうにしとったわけでしょこの そうなんっていう話ですよあった次の日にこの男性とね国会で国会で眠たそうやったんです眠たそうにまあまああんま怒ってないな2人まあまあいや僕だからその基本的に別に人のね不定とかまああのまあこの番組は基本的にその国会議員 の不貞に関しては、すべてまんべんなく取り上げようという姿勢はね。もともと、そこは貫徹してるんですよ。ね、あの乳首と呼ばれてたはい、はい、ね。 うん、あの自民党の世襲議員の方もいらっしゃいました野党でもいましたねそのコロナ禍でセクシーキャバクラで焦点してたっていうそれはもうまんべんなくこう政治的にね不変不当の地で貫いてますから、ね、正解ウォッチャーとしてね、うん、また今声をかけてんか、うん、<laughs> あそうあそうかかかってんだ全部,<笑><笑>全部かかっていけるんやもねあそうかいやでもやっぱりねその 僕もね、従前は、そういう政治をちゃんとやってたら、はい、そんなん別にとか思ってましたよ、山田府とか言われた人いたじゃないですか、<ー>親子のど,どうした、こうしたみたいなことをね、うどうすんねやと、あれから親子丼食べれないじゃないですか、うん、小枝さんがプリン食べれへんのと一緒で <laughs> っていうようなことをね、言うてたけれども、別にそことねあの、不定って普通の会社やったら、例えば不定行為自体が、はい、例えば懲戒処分の理由にならないじゃないですか。うん 会社の、ね、業務に支障が生じるような、うん、ほんまに限定的な場合、はい、例えば家族でやってる会社で働いてる他の女性がその家族のお父さんとそういう関係になったとかで支障出でるでしょ、うん、懲戒理由になると思うんだけれども、うん、ならないでも別にそれはどんな業界でもそうで別にそれは分けて考えたええと思ってたけど、うんで,うん、でもそのやってるように思えないんだなこの人がちゃんと仕事をまあまあそれあ<ー> <laughs> どうやろうイメージちゃいますそれは。まあ いいそう。だって、エッフェル塔であれ言われてから数ヶ月後でまあまあそこはね。それは。れはあるかもね、うん。いや、ほんで考えるやはエッフェル塔でエッフェル姉さんってね。うん、松川るい三人呼ばれてる。うん、自分は競技の意味の狭い意味でのエッフェル姉さんやないけども、講義のエッフェル姉さんやっていう自覚はあるわけでしょ。うんうんうん 自覚ある、うん、でその2か月後にカナダ人カナダ人とはい,いえもしかしたらフランス領の、うん、ケベックケベック州とかかもわからん,とからんってことは、はい、その夜のエッフェル塔とかね、うん、夜のエッフェル姉さんとか言われる蓋然性は相当程度高いと弁護士やったらわかるはずなんですよそれは <laughs> そうか <laughs> それやのにそれを乗り越えてこう不定に及んでうんしかもあれですよなんか選択的夫婦別姓に反対みたいな こと言ってるらしくて、そういう反対してる人って、基本的に選択的夫婦別姓を認めると、家庭が崩壊するみたいなことを言うわけですよ、どっちやねんと、どないやねんっていう話じゃないですか、この人、自分のホームページに、夫と子供が、夫とお子さんが一緒に写ってる写真とかね、子供のこの写真とか、アップしてるんですよ。にもかかわらずですわな、これ。ですわな。 甘い人はいやいや、まあ、そのなんか、まあそうやな僕はやっぱりまだその政治をちゃんとやってれば、うん、あの不倫とかか,かき立てるのは、それはやりすぎじゃないと思ってますけどね。でだから、この人、やってるかっていう話やんか、いやいや、うん、まあまあまあね、でも。だってまだそのエッフェル塔の時の報告書出してへんわけでしょ、うん、<laughs> うやむやするわけでしょ、<laughs> それは。 出せ,えせえ言われてんのに、うん、あそうなの、うん、結局だから何も出すような代物じゃないんでしょ、はい、その研修なんて実際はうんいやちょっと僕どうですか君は <laughs> あんまり怒ってる温度差あるそんなまあまあプライベートやからなっていうのもあるしそんなわざわざ,わざそそそカナダそ <laughs> カナダはフランスでもあれやからみたいなことをこじつけてたくせに <laughs> 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 僕はちょっと うん、ちょっとつかだいぶこれはだいぶ怒りですか怒ってるね怒ってます,てますはい曲いきましょうか、はいえー、今井美希で幸せになりたい先ほどのコーナーでね、はい、あのまあえー、あまり僕ら知識がないまま、はい、そのカナダは フランス領だったから、それと関連づけて、ね、フェ、うん、姉さん、うんぬんって言ってたんですけど、そのね、CM 中に、うんえー、ディレクターの佐山さんから指摘があって、もともとの植民地だった国と、うん、なんだろうな、あの同一視するとかっていうのは、例えばこれが、うんあのー、韓国は、あるいは北朝鮮は。 まあ、に日本だからみたいなことを言うに等しくて、うん、そういうふうに受け取る人も中にはいるんじゃないかみたいな指摘も今あって、そういうことを欠落したまま、はい、ねゃってた自分だていうのはそうで、ねで、それをまた若い佐山さんに指摘されるというのもね、言葉は気をつけて <laughs> まあ言葉というか、その発想自体がね、だめなんですね。そうううででももねねこういのうののはやっぱり僕ら人あ 気をつけてるっていうのも恥ずかしい先さっき言てる話が全編ひどいから基本的にね全編ひどいのにまあまあねだからそういうの今佐山さんから言う確かにそうやなとまあねそれはカナダの人になってみないとわからないそうねだからそれを結局立場の互換性というかねならんと分からんことじゃないはずなよね多分その立場に立って分かりましょうっていうはいでもねあれ エッフェル塔っておかしいよね、あれ、フランス語は多分アイフェルタワー、タワーは英語やけど、あれ、不思議じゃない、多分パリに行った人はアイフェルなんとかって、アイフェルで発音してたと思うよ。あ、そうなんか話変わらいごめんね、でもなんか英語じゃない、エッフェル塔って、明らかにね。あ、そうか。タワーオブエッフェルなんだと思うけど、なんかおかしいな、話ですね、どうでもいいやろう。 まあまあそういうわけで、いろいろね、他のメールも頂いてるんですけれども、あれ見てる、その不適切にもほどがあるっていう、ああ、ほとんど見てないですね、ちらっとなんか、ちょっと見ましたけど、僕、珍しくね、いつもドラマクラブをやってるじゃないですか、鍵山先生と、で、不適切にもほどがある、面白いって聞いたから、見てるんですよ、一番最新のだけ見れてないんだけれども、だから面白いですよ。阪神淡路大震災がちょっと 絡んでました。ありましたね。第5話。はいはい第6話がまだ見れてないのかな。やっぱりその、あの、いろんな立場でものを考えるっていうのはね。うん。いいことですよ。だからその、よくね、そういうことがある。ああいうね、あの、まあ昔の1986年から、まあ、この今の2020年行ったり来たりする話なんですけど、まあ、なんかいろいろ批判もあったりするわけでしょ。だからその過去、1986年の頃を美化してると。その頃、 そういう意図で絶対あの、孤独感は描いてないと思うんですが、うん、だからそういう批判とかもされてるようなんですけど、だから最終的に全然違う話になると思うんですけど、うん、その昔が良かったとか、そのいい部分も当然あるじゃないですか、本当に。うん、例えばその、ね、私が 愛称してきたサイキック青年団、うん、そのね、この間一緒に飲んだ。うん、みんなは思い出を共有してるわけですよ。はい、うん。だから、それは本当に僕らにとって素晴らしい思い出やし。うん、うん。ただ、一方で、ひどいことも言ってたわけですよ。うん、それはね。うん、うん。だから、それは時代を超えて。で、ねね、あの。こう、今2024年だけれども、うん、僕らも、なんか、そういういろんな。ね、立場を。 立って本来喋らなあかんことを言えてないっていうところもあるんでね。 だから公用語がフランス語だからっていう持って行き方をすればちょっとなしやと考え思うあ僕らもそう英語の先生がケベックから来られててだからそのフランスなまりの英語を僕ら習ってて中学の時に最初の挨拶でカマンタレブー」とか言ってたからね英語の授業やのに英語ちゃいますけどまあそうですけれどもシドニーで聞いてくださってる方もいますよシドニーで毎週 楽しく拝聴しております<は>元エルトンジョンと申します<う>こんにちはあのスタン・ハンセンをゲストに迎えると聞いて思わずメールを差し上げました、うん、プロレスの知識は子供の頃に読んだプロレススーパースター列伝しかないのですが最近漫画アプリでちょうど読み返していたところに超大物,大物がハマグリゴモンに襲来予定のニュースを聞いて大興奮しています、うん、可能でしたらアントワンを通訳として招集して、うん <laughs> 私の友達のね、はいえー、盛大な放送会になることを願っております、うん、ちなみにあのハンセンさんがもう通訳を連れて来られるそうなんでこれからも南半球からこのニッチで楽しいポッドキャストの配信を心待ちにしていますポ <laughs> <ー>ッドキャスト聞いてくださって<ー>、はい、すごいですねシドニーまではい聞いてくださってて、はい、スタン・ハンセンさんえー、来週のおあ,ある日に、えー、大阪某所で 収録すするんでそうなんですよそれの前半部分をまたプロレスロマン会でおなじみ藤井さんと松並さんと来週収録しようと思うんで放送はだから20日になるのかな20日か20日水曜日ですよねになるんですけれどもその前半部分を来週11日に収録しようと思うんで「変アットマーク k b s k ト o と。 ヘン、うん、アットマーク KBS. 京都の方にそにスタン・ハンセンへの質問ということで、うん、<laughs> はい、はい、面白い質問があればハンセンさんに聞いてみようかなと思っておりますのでスタン・ハンセンですよ。うん、すねえ、うんうん、まあ、まあ、ビジョンでしかであのビジュアルは浮かぶけど <laughs>、はい、えと何聞きたいってそうないんで、ねね、誰でも知ってますもんねスタン・ハンセンは。そ、ね、そうですそうでですす うん、だから花房さん、選手を会ったときその話になったら、うん、花房さん、別にプロレスに詳しいわけはないですけど、うん、本当にハンセン来るんですか、はい、って言ってましたもん、ね <laughs> うん、来るんですよ。うん、だからプロレススーパースター列別僕もあの家にあるんですけど、僕はこの文は全部揃えてて、<laughs> えー、もうそこから引っ越し何回かね、いろいろしてたんですけど、もうずっとそのプロレススーパースタースあ、でも一回手放して、また買い戻したかな。 屋かかどっでそれあったはずなんですが今妻の実家のどこかにあるんですよ全館どっかに直してまだ見当たらなくてもう一回ハンセンのその読み直してでもあれはほとんど梶原一樹さんが梶原先生がいろいろね勝手に作った話がほとんどですからそうなのそういうところとこの事実とこのいろんな 逸話とのこのねそご、うん、についてちょっといろいろ聞いていこうかなと思ってるんですよ、うん、それこそあの竹内先生が、うんえー、昔ですよそのあー梅田の OS 劇場いたかな映画館でアルバイトしてるときに、はい、翌日 <laughs> その田園コロシアムで対戦するスタン・ハンセンとアンドレ・ザ・ジャイアントが片奥見ながら「うん、血のバレンタイン」という映画を見に来たって <laughs> <laughs> その <laughs> 切符を切ったとチケットをも切りしたと。はいはい 先先生生がこのその話を40年言い続けてるんですけどその真相をスタン・ハンセンはずっと日本にしばらく行っていろんなところでトークショーするらしいんですがその質問はこの番組だけだと思うんですよ「血のバレンタイン誰と行きましまずそもそも行ったかどうか」「梅田で果たしてアンドレと映画に行ったのか」っていうすごい怒られてどうします何でそんなこと言うのかウエストランテアとされて何で知ってるんだ触れれら たくなないい真実っかもしれそれがおおってなったらすごいですよね覚えてたら「イエスイエス」「ウィズ・アンドレイ」でもいろいろねそういう話でも結構ですから「変あったまく k b s ドット京都スタン・ハンセンさん聞いてほしいことっていうことで3月11日の大体まあ8時ぐらいかなもうちょっとあとでか9時ぐらいまでに2本目でそれえておる予定なんで前半部分をはい。 よろしくお願いいたします。あと、はいろいろメールいただいておりますよ。はい、あとそうだあのこないだ先月なんですけど、あの私の高校中学高校の先輩でもあるあの黒木昭一さんっていうフジテレビのプロデューサーをされた方で、あの。 ニュースの記事にもなってたんですけど、すますま、ねはい、とか、いいともとか、そういう番組の、まあ、プロデュース、ディレクターからプロデュースになられた方で、はい、大谷さんともちょっとね、はい、あの関係といいますか、はいはい、あって、はい、あのー、もともとは、はい、そうですあの、だからね、黒木さん、で、えー、僕初めて出会ったのは、うん、高校3年生の時ですよ。 だからその阪神諸島初めて会った今宮恵比寿の新人漫才コンクルールで優勝できて、うんはい、でそれが新聞記事になって、はいえー、同窓会誌でね、うん、それがあ載ったんですよね、うん、掲載されたのをまあご覧になられた黒木さん当時。 富士テレビのまだ、AD、やった1年目ご覧になられて AD やから仕事いっぱいあるわけですよ、はいうん、昔はそんなね時間外労働どうしたこうしたとか時代じゃなく、うんはい、しかもテレビ局ですからう、うんはい、もうそんな休みとかほとんどなかったそうなんですけど、うん、その同窓会誌を読んで後輩にこんな子が出てきたんやっていうことで、うん、夏休みなんか1日だけ届れたらしいんですけど、はい、会いに来てくれたんですよえ。 その時は僕が17で<ー>黒木さんが24か25で、はい、うん、あのー、来てくれて、で、その時に、フジテレビの、もう一人、渡辺拓さんっていう、同じ同期入社の AD の人と来られてて、<ー>その人は今、さんまさんの番組をへ<ー>、うん、いろいろやってらっしゃる。 方なんですよいろいろなんか班が分かれてるらしいんですねフジテレビデであの番組誰々班誰々班みたいな感じで誰を担当するのかみたいな時から別れてるそうなんですけどで2人とも AD の頃で、うん、あの来てくださってでねああだから夏休みでしたね。でキヤマチでのあの、うん 今ちょっと飲みに行っていいかがないたんですけどご飯行って <laughs>、はい、お食事行ってっていうほでいろいろ話をして、はい、だから17の時って24と5のお兄さんでめちゃめちゃ大人やし自分が憧れてるそういう放送業界の人で,、うんうん、でかっこよかったんですよ2人とも<ー> AD でその愚痴を言ってあったんですよで黒木さんはだからあ,のあれですわ あ夢がモリモリの頃ですよ<ー>当時と、はい、AD をしててああなるほどそこからずっとスマップ、ね、そうそう、はい、でいろいろアイディアをね、あのー、自分の中ではいずれこんな番組したいこういう企画したいとか思ってるけれども<ー>そういういろいろ考えてる人間よりもお弁当を準備するのがうまいとかいうような人が重宝がられては<ー>それが嫌なんやみたいな話を聞いてた記憶があって<ー>はいで2人ともねまだ新入社員やけど。 で、覚えてますね、その時に、うん、なんかね、いろいろ。あ、だから千九百九十四、年か。うん,うん、だから、まあまあ、あのー、有名の、語り合ってね、<laughs> その。ええー、でも、すごいね、うん、だから、ずっとそのフジテレビ、その前半の京都まで、延期はったんでしょそう、その時はね、うん,うん、だから、大学から、あの、早稲田行ってはったのかな、ほんで、東京で、そのまま。フジテレビで収録し、あの、就職して、で、いろいろ話をして。 僕先週ね、花房さんがあの中村敦彦さんっていうライターの息子さんを連れてきてはって、うんはい、で一緒に万世行ってね、喋、うん、ってたんですけど、僕は本当にその時のあの思い出があるから、うん、なんかね、あの年下の人とそういう場で喋る、ちゃんと喋ろうっていうふうに心がけてるんですよ。うんはい、自分はずっと、黒木さんとお会いしたんって、ほんまに数えるほどなんですよ、そこから数えても。 ほんまにたまあのね実際あったの5回か6回ぐらいしか会ってないと思うんですよ僕人生においてでも僕の中ですごいかっこいい先輩で、うん、ああんかこんな感じで年重ねたらええなっていう人やったんですよ、うん、だから17の時24歳5歳の黒木さん見てそう思ったしでそっからあの僕がまだ漫才やってる頃に東京遊びに行ったりしてでその時もおなんかあのー、ああこれだあ,あるじゃないですかあのう分断 ババ分断バーじゃないわ何ていうの,あの,新宿の ゴールデンゴールデン街かああいうとこ連れて行ってもらったりとかそこでもいろいろだから今こういう番組やってていずれこういうことしたいみたいな話をねだかからなん映画の話とか教えてもらったりとか覚えてますよジュリーの話をしてたなその時はゴールデン街で隅田君絶対ジュリーがまた来るでジュリーがねタイ盗んだ男の話とかねなんかそういう話とかしててでも僕はもうすぐに。 諦まあそれはあのうん君が決めることやからみたいな、うんうん、ことをなんか言うてくれててでそっからねうんだから僕はずっと司法試験をち続けたから、うん、あんまりその時どういう連絡を取ったかあんまり記憶にないんですがだから言うあのうん合格した時に、うん、あの新宿の叙ジョ,ジョ園 連れて行っっもらったんですよだから年賀状のやり取りはしてたのかな、うん、で合格したことを報告したらなんかそういうふうにまた呼んでもらって来年から埼玉県の和光で司法修習があるんですよみたいなことを言ってたら「そのうや、ん、ったらいいとも1回ぐらい見にきいや、はい」<laughs> とかいうのがあってはい、はい、司法修習の時1回大谷といいとも見に行ってね,ね一番テレビに映る英席にね。はい <laughs> こう 取っってててくれ前期収集の最後の日かなんか間にったねそういう行ける日に設定してもらってそうそうそう<ー>この普段行けへん,んか誠実のだからその日しかなかったのかなでこの日しかって言ったらね<う>あの取ってもらって そういいとねえ、君は覚えてないけど、小栗旬が出てて、ない。草薙君とか、草薙君が出たのもう、南海キャンディーズとか、そちゃんの関根さん、関根さんとか、さんが覚えてるけど、そうね、小栗旬があの百分の一のクイズをするっていうアンケートで、百分の一を出して、当てたな、当てて、商品もらって帰ったもらって帰ったもらってもらって、もらってあるあるある、あ、俺、その記憶もある。どっかにあるよ、あたもさんタオルみたいなあるよ。す で、それがあって、司法修集があって、で、僕が、まあ、弁護士になって、うん、で、ラジオをやるようになって、はい、で、タイタンで所属して、で、タイタンの新年会があって、その時に。うん、で、行ったら、来られてたんですよ、また。はい、で、<ー>お隅墨田君みたいなね、うん、え、タイタンが痛いんな、たなって,なっって、<laughs> そうなんですよ。で、爆笑問題と、あの、お杉とピーコが一緒にやった、なんか、スピー問題とか、 スピ、はあ、ンってなんかあったでしょ、はあ、あれもだあの黒木さんがやってはって<ー>僕ねあの残念ですけど「そのスマスマはねほとんど見たことがなかったんですよこんな言いながらね、うん、あれですけどでも「スマスマでいろんなあの外国人のミュージシャン来てたでしょ、うん、あれはもう全部黒木さんがへ<ー>招聘してたっていう。はあ でこの曲でその50周年の時かなの、うん、で僕は後からそのあのあ聞いたんですけど、うん、伊藤さん東京の今、支社長の、はい、伊藤さんが50周年の時に KBS 京都の50周年の時にその黒木さんとその直前から知り合って、うん、その周年のイベントは結構ねあのクレイジーケンバンドとか<ぁ>そういう人らがうん、うん、モーンライダースとか来てたらしいんですけど<ー>それは全部黒木さんの紹介たらしいんですよ。 でそのそうあ伊藤さんってか今東京いらっしゃるから、はい、あのお葬式も出られてて伊藤さんと、ね、LINE のやり取りしてて本当にかっこいい人でしたよねって言ってて何からその何回会ったかとかじゃなくて僕の中ではすごい鮮烈な印象があってかっこいい先輩であのその初めて会った僕17の時に「いやお弁当準備するやつが評価されて悔しいわ」って言うてはった人がうそう僕だから。 ああ、司法試験受かって、だからそこが今度17、僕が30になって、うん、会った時に喋ってたら、すみだくこの間、タモさんと旅行行った時にってなって、ね、<laughs> <laughs> それが全然なんか嫌味な感じじゃないですよ。うん、で、タモリさんも、この人は好きやろうなっていう感じで、もう音楽も造形が深いし、うん、で、その年下とかそういうこと、年上とか、もう関係なくに接して、 くれるから僕も伊藤さんも年だけどお世話になってて僕はネットニュースで見てそれを知った時ショックでねああ、うん、あの人がそうかとか思うとねだって僕だから7個上なんですよ、うん、僕が落選の38期で黒木さん31一りでその31切を持ってはった担任の。 先生とも連絡取ってね、うん、あのご、うん、その話になって、ほんまに悲しいっていう、うんうん、悲しいし悔しいみたいなことをその先生申しゃってたんですけど、うん、いや、でも、ねえ、なんか、うん、僕だから、そういう、うん、僕は一方的にですよ、なんか尊敬してる先輩が、そういう亡くなるはるっていうのがあんまり今でなかったんで、うん、あの先月それは、うん、なんかショック。 でしたね、うんうん。だからやっぱりね、あのー、ちゃん僕はだからそれがあるから年下の人にちゃんと話したいなって思いがあるんですよね。うんうん、はい。うん、そういう、うんうん、できてるかどうかわかんないですけど。ああ、うん、まあまあそういうわけで。はい。え、なんかうん、なんかしみじしみじみするのもあれですけど。うん、ね、うん。うん まあ、逆もね、あの、ちょっとお世話になったんで、あ、探しといて、その、タモさんストラップ。いや、タオルやったら。タオル。タオル。ストラップじゃなかった。ミニ、いや、人によってちゃう、面白い。僕はミニタオル。人、人によってちゃうことない。タモリクラブのタオル。それやったら、めっちゃ、手抜きやったら、めっちゃやつやから。いや、そう、そういうことが先月あって。え、だから、なんか、これから多分ね、そういうことが。 僕らの世代続くじゃないですかきっとまあねそういうこともあるわね。って思うとなんかねいろいろだからちゃんとねそのいい思い出は語っとかなあかんなっていうふうにねこんなかっこいい先輩でしたっていうのはかっこよかったなかっこよかったその24の時もかっこよかったしもうスマスマのプロデュースになってはる時もかっこよかったです。 態度を変えないってやっぱり大事ですよね、うんうん、僕はもっと音楽に詳しかったらもっといろいろねその音楽性とかに言及できるはずなんだけれども <laughs> それができないのが、うん、悔しいですけれどもねだから何からあのちゃんとやっぱり伝えるの大事ですよねその、うん、まあその人は7つ上で、うんうん、まあ僕もその時は18歳やったから、うん、なか普通に喋ってても何でもまあ分かるわけじゃないですか理解できるけれども、うん、あの。 昨日窓際のトットちゃん。はい、ずっと見れてなかったんで、映画の方で、アニメーションの、であの出町座で。うん、このね、出町の商店街、升型商店街、出町座っていう映画館があって、うん、で、あの。 ちょっと遅れて短観系の映画館でやっててもうほとんどやってないんじゃないかな他のとこではそういう窓際のトットちゃんだからいいっていう評判をずっと聞いてて娘と行きたいなと思ってたんでだからそのタイミングがなかなかはなくて朝早かったりとか夜遅かったりとかでちょうど今週だからねお昼の12時半ぐらいから上映してる回があったから娘と妻と行ってだからまあ 観戦映画なんですよ<う>、うん、戦映やから、うん、まあ分かってへん部分はあるかなとは思うんだけど、うん、でもそのトットちゃんは小学生の話で自分もこれから来あの春この4月か小学生になってねトットちゃんが可愛いとかトットちゃんが面白いことすることとかあるいはあのなんか友達を助けたりすることとかそういうことは理解できるわけじゃないですかいろいろ。だからそういうい その最後の部分のその反戦のメッセージとかがどこまで伝わったか分からへんけれども、うん、なんかそういうのをちゃんと分からんくてもそれを僕の場合はもう娘子供ですけど、はい、言うっていうことは大事なんちゃうかなっていうのがあって、うん、はい伝え、あのー、見に来ましたね。と、はい、いうわけで、はい、あいみょんの「あのね」あっという間にエンディングでございます。 大谷さんから訂正があるといエッフェルトが、えー、とフランス語読みではないと言ったんですけど、うん、エ,エッフェルトはフランス語読みで、はい、アイフェルタワーが英語読みでした逆でしたねすみません訂正 <laughs>、ね、してた部分であの表現おかしかったんじゃないか訂正してる部分でまた訂正を必要とするこのね、うんはい、この入れ子構造のこの、はい。はいはい 訂正の訂正をすみません申し訳ないですいらんこと言いましたいいんですよそうやって認めることが大事ですおかしいと思ったことは指摘されて考え直すということでこれからも間違いはたくさんあると思いますけれども来週もカミソリ負け弁護士軍団から切り込まない隊長とロイヤー順が登場しますせーのハマグリハマグリ